島のテラス太陽の島とは、チチカカコのボリビア領内にある島。およそ21平方キロメートルある。この島は、インカ帝国の発祥の地と信じられている。近隣には、ガツの島もある。現在、島は観光地として有名で、チチカカコ半のコパカバーナから観光船が出ており、ラパスからは、この観光船を利用するバスのツアーが出ている。島の内部には、 ティワナクキやインカ時代の遺跡が残っている。また、テラスが広がっている。この島に人が住み始めたのは、おおよそ紀元前2000年頃とされている。チャカレプッポタと呼ばれる島の遺跡は、ティワナクキ以前に建設されたが、その後、ティワナクキにおいて重要な遺跡となったことが、近年の調査からわかってきた。その後、 後期中間期と呼ばれるティワナク崩壊後からインカによる太陽の島への侵入までの時期には現在の島にあるインカの遺跡が聖域として利用された。スペイン人による征服時の記録によるとこの島はインカの宗教的な巡礼地として有名だったことが記されている。本来現地住民などの巡礼地であった場所をインカが利用して 国家の宗教施設として取り込んだと言われている。同じことは、スペイン人たちも行っており、コッパカバーナは、今では、キリスト教の巡礼地となっている。太陽の島は、植民地時代に、チャリャとユマアニという二つのアシエンダに分けられており、チャリャが島の北部、ユマアニが島の南部にあった。太陽の島は、地地下加工の中にあり、周りの湖水によって、寒さが抑えられるため、 暖かく、濃厚にも適している。ただし、テラスが広がっているのは、水源地近くから下部にかけてであり、冬場になると、水源地より上部はほとんど植物が育たなくなる。ここでは、ジャガイモなどの海景類やキヌア、そしてトウモロコシまでも栽培ができる。トウモロコシの栽培は、ほとんどのアルティプラーノでは、その寒さのため不可能であるが、太陽の島やスリキ島など、 地下加古内部にある島では栽培できるところがある。また、牛や豚、食などの家畜も飼育されている。このほか、漁業も重要な制御となっている。しかし、制御としては近年は観光が重要になってきている。世界銀行はチャリアパンパコミュニティへ出資して共同センターを建設している。ありがとうございます。